ヨクツ語族はアメリカ合衆国カリフォルニア州のヨクツ族によって話される諸言語からなる語族。単一のヨクツ語として扱われることもある。かつてはサンホアキンバレーとその周辺の広い地域に分布していたが、現在は大部分が死語となるか危機に瀕する言語になっている。ヨクツという名前はヨクツ語で人々を意味する語から取られた。 西洋人との接触以前には50ほどの部族があり、人口はおそらく1万5千人から2万人の間だったと推測されている。ヨクツ語族の言語については、アルフレッド・エル・クローバーが初めて大規模な研究を行った。1907年に、クローバーは、ヨクツ族の各小部族の言語を、5位の近さからサンホアキンバレーのバレーヨクツとその、 東のシエラネーバダ3脈山3 6に住む36、4津に対別し、バレエ4津を南北2種類、36、4津を4種類に分けた。その後、1925年の著書で北部36、4津語を追加した。1959年の論文では東北バレエ語を追加し、また北部36、4津語はバレエ4津語に属するようだとしている。クローバーによると、 バレーヨクツゴは広大な地域に広がるが言語差は小さく、山毒クツゴは分布は狭いものの言語差が大きく、南部に行くほどその違いは大きくなる。クローバーの分類によってバレーヨクツゴと山毒予屈をそれぞれ南から北に並べると以下のようになる。クローバー以外の学者は別な分類を行っている。ゴーラでは以下のように分ける。和社人口は ヒントンの1994年の著書によると、一家のようになっている。ユネスコは、トゥーリーカウイや、ヨクツゴとキングズ川ツゴを極めて深刻、バレエヨクツゴを重大な危険に瀕する言語に分類している。クローバーは、ヨクツゴ族をペヌーティー族に含めたが、ペヌーティー族の有効性については、現在も議論が分かれる。ペヌーティー族全体ではなく、 その一つのウティゴ族と共によくうィゴ族をなすという研究もある。ありがとうございます。